おい、カッ、ママ私、お犬さん欲しい。どうしたの急に。だってお犬さん可愛いんだもん。あんたね、ペット飼うのってそんな簡単なことじゃないのよ。毎日お世話してあげないといけないのよ。私お世話するもん。あんたにできるわけないでしょ。おもちゃは出しっぱなし、ご飯はそのままやじゃ。あんた自分のことできるようになったらそんなこと言わなさいよ。ふん、ママのケツ。あ、汚い。あ、汚い。あんた、あんた、あんた、バシャッ。あんた、あんた。はぁ、あ、お犬さん飼いたかったのにな。ボボ、わあ、お犬さんだ。かわいい。よしよし。ん？なんて書いてあるんだろう。拾ってくださいだね。ん？こんにちは、ドミちゃん。あー、キムさん、こんにちは。捨て犬か、かわいそうに。かわいそう？このワンちゃん飼い主がいないんだ。え、そうなんだ。お家に連れて行ってあげたいところなんだけど、僕の家ペット禁止でね。よし、私がお家に連れて帰る。おや、ドミちゃんの家はペットオッケーなのかい？それが、ママにダメって言われたばっかりで。じゃあ勝手に連れて帰ったりしたらもっと怒られちゃうんじゃないかい？でも、ママに言わなきゃ大丈夫。ドミちゃん一人で育てるのは難しいんじゃないかな。え？キムさんまでダメって言うの？一人で育てるのは難しいんじゃないかな。ペットと育てるのにはお金もかかるし、ドミちゃんペット飼ったことないでしょ？どういうこと？僕の知り合いにペット育てるプロがいるから、ドミちゃんに紹介するよ。え？いいの？キムさん、ありがとう。それじゃあ早速連絡してみるから、トミちゃんは一旦ママにバレないようにワンちゃん連れて帰ってあげて。うん。よし、ママいないな。よいしょ。じゃあキムさんのお友達来るまでここで待っててね。あ、来たかな。お待たせ、ドミちゃん。この人が僕の知り合いの、ビジュアル系天才ブリーダーのミシキです。よろしく。あー、この前の。あー、顔は似てるけどね。この人はこの前の人の弟。先日は兄がお世話になりました。へー、そっくりだね。よろしくお願いします。それじゃあミシキ、あとは頼んだ。はい、キムさん、ドミちゃん、早速ワンちゃんを紹介してくれるかな。はぁ、この子だよ。わぁ、かわいい子だね。名前はもうつけたの？うん、名前はヨウスケ。かっこいいかなと思って。いい名前だね。ママはいつ帰ってくるの？なんかわかんないけど、お買い物行ってるみたい。じゃあその前にこの子をお風呂に入れてきれいにしておこうか。うん。じゃあまずはシャワーで濡らしてあげようか。遠くから当てるとびっくりしちゃうから、近くから当ててあげるんだよ。はーい。は、ママだ。一旦隠れよう。ドミドミ、あら、あの子まだ帰ってきてないのかしら。ワン、なんかお風呂場の方からワンって聞こえたような。ドミ、ここにいるの？あんた何やってんの？そういえば、ワンって聞こえなかった？あ、あ、今の準備体操してるから数えてたの。ワン、ツ、ワン、ツ。何の準備体操よ、それ。お風呂入る準備。え？あんたお風呂入りたいの？まあ今日寒かったからね。しっかり湯船に浸からないと風邪ひくわよ。ママが洗ってあげるから。何？私洗うからいいよ。やら、珍しい。いや、たまには洗おうと思ってさ。たまには。へえ、じゃあ任せようかしら。うん。
じゃあお風呂洗ったらお湯が溜まるまでにご飯食べちゃいましょう。わかった。うん。じゃあママご飯作ってくるから。うん。ふう、もう大丈夫だよ。危なかったね。うん。ママにバレたら陽介がまたかわいそうな目に遭っちゃうからね。ドミちゃん。ふう、お腹いっぱい。ドミちゃん、おかえり。陽介、大丈夫だった？うん、ドミちゃんのおかげで体もきれいになったし、嬉しそうだよ。うん、よかった。じゃあ、ドミちゃん、今度は陽介にもご飯あげようか。そうだね、じゃあ夜ご飯の残り持ってくるね。ちょっと待って、ドミちゃん。ん？ワンちゃんに食べさせたら危ないものって結構たくさんあるんだ。チョコとか玉ねぎとかニンニクとか。だからむやみに人間のものをあげちゃダメだよ。そうなんだ。このワンちゃん専用のご飯をあげなくてね。あ、でもお皿忘れちゃった。あ、お皿ならたくさんあるよ、持ってくるね。お座り、洗いに行こう。よし、たくさん食べてる。お腹空いてたのかな。ドミー。あ、ママだ。ミシキさん、ヨウスケと隠れて。ねえ、私のお気に入りのお皿知らない？してくれるの？うん。でもどうしたの、ドミちゃん、さっきもお風呂も洗ってくれて。私だってやるときはやるんだから、ママゆっくりしててよ。あら、そう。じゃあお肌のケアでもしてこようかしら。うん、ありがとね。うん、じゃあバイビー。はーい。ふー、危なかった。危なかったね。陽介も大丈夫だった？かわいいね。じゃあご飯もあげたことだし、思いっきり遊んであげようか。そうだね、でも静かにね。うん。こうしてママに内緒で陽介を育てて1週間が経ちました。今日は美式さん予定あっていないのか。でももう2人でも大丈夫だね。ドミー。はっ、やばい、美式さん陽介と隠れて敵をいないんだった。どうしよう。あんたどうしたの、その犬。実はね、一週間前に捨てられてるこの子を見つけて、私置いていけなくて。一週間前。あんた、一週間も一人で育てられたの？実は、キムさんの友達に手伝ってもらって。あの人、また。ママ、この子、うちで育てちゃダメかな？わかったわ。最近、ドミ、手伝ってくれるし、育てる責任があるんなら買っていこうよ。え？ママもペットは大好きなのよ。でも約束して、これからずっとお利口さんにするって。うん、もちろん陽介のためだもん。陽介？陽介っていうの？あら、陽介、あんたかっこいい名前ね。ありがとう、ママ。
よかったね、陽介。いい名前ね、本当に食べちゃいて、こうして陽介を新しい家族として迎え入れることができました。ママ、ただいま。どんどんね、オッケー。ドミ、あんた何よそれ。陽介みたいに捨てられてかわいそうだったから拾ってきた。育てるってあんた、こんなたくさんどうやって育てんのよ。ママ、動物大好きなんでしょ。この子たちも今日から家族だよ。ちょっとやめてよ陽介、助けて、やめて、もう勘弁して。